本当してる。打ってくるよね。打って打たせちゃって、打たせちゃってってのはこういうこと。打たせちゃって、僕が感じてるのは この線を外してね、こういうふうにやるとか、J 先生言ってたように種目でこういうふうにね、こうやってくるとかで、打たせちゃって、こう打たせちゃって、僕が大事なのはこの次の攻撃、この攻撃でそれを防ぐにはどうしたらいい？でこれ見てるのね。だからこの打たせるっていうのはなんていうのかな、まあこういう傾向の方がいいかな。こうやってやって、で打たせた、打たせてこっち見ててここに入る、そういう形ね。で打たせる傾向をやる、こう打たせる傾向で自分が安定してるっていう。こっちで見よう、こっちで打たせる、こう打たせる、こう打たせるまで待ってて、こうで自分が安定してる、こうそういう形の方が、こういう傾向の方がいいかなと思うね。じゃないとこうやっちゃうから、これコントロールしようとしちゃうから、もう打たれちゃってしょうがないよ、そのこういう感じ、そういう感じの傾向をした方がいいかなと思うんですね。じゃあちょっとやってみましょうか。みんなこう打たせるの、ほら打たせてんの、打たしてんの、これこうやってやったら弾いちゃって相手をコントロールしようとしてるんだよね。で打たせてんの、だから後ろ入れるの、やばいなってこういう感じ、やばいなってこういう感じじゃない、やばいなってこういう感じ、そして自分が安定してる、やばいな、やばいんだよね、こういう感じ、やばいなって、いやでも自分が安定してないで、こうやってこれじゃなくて、やばいんだけど自分はまっすぐ、自分はまっすぐ、そうすると安定してるの、それで自分がまっすぐだから優先だから、自分がまっすぐやばいって言ったんだけど、やばいんだけどまっすぐなんだよ、そういう感じ。ちょっとやってこう来たらね、こっち入るの彼分かってんだよね。でこうやって外してくればこういうふうにやられちゃうの、これ 手でだからこうやって持っても、こうやって落としてくるときに彼の気持ちを感じてなきゃいけないわけで、こういうふうに入ってきたらいいよって、そういうふうにやりたいのね。で必ずこの手が主張してると、ほら入ってくるんだから、必ずほら入ってくるんだから、だからいいよって、こうやりたいの、こっち来るの分かってんだけど、その時にまっすぐこういうふうにほら入ってる。だから自分がいなくならないとダメ、まあなんていうの、こう主張してると、主張してやられちゃって自分がまっすぐで主張しないの、ほら主張しないと、ほらこう入ってくる、これね、それでこう自分がまっすぐ、このじゃあ反対のとこ、ほら来るんだから、この手をコントロールしないってことで、自分がまっすぐが優先で、そしてこの手をコントロールしてるとこうなっちゃって、硬くなっちゃってるんだけど、あいつなんですかって、こっち来たいんですねって、そうすればほら入れるじゃん、どう伝えたらいいんだか分かんないけどね。要はこの手に主張してないのよ。ほらそれで重心もらってんのよ。この手はみんな強いから、こうやってほら強っと。弱いんだもん。
大事。自分が弱いと思ってるのがすごく大事。自分が強いと思ってたらやられちゃうの。強いんだからみんな強いんだ、訓練してるんだ。もうだもうもうやら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 来るよね。ほらほら自分がまっすぐ、これが優先で自由に動く。こうやばいやばい走ってこうやばいってこう思ってるので、でこっちまあなんていうのかな、で手に取れればこうできるんだね。そうです、下に落としてるだけ、下に落としてるだけ。こう寄り所にならない、寄り所しない、寄り所しない、寄り所しない。まあそういう感じなんだけど、じゃあ自分を邪魔に、お互いの中で自分を邪魔にしない。自分を相手の、僕はすごい邪魔、こう 手邪魔でしょ、邪魔にしてない、邪魔にしてないから、なんか難しいけど、まあじゃあちょっと入り身で入ってみよう、うん、入り身でこういうふうに、こっち邪魔してない、邪魔しないように、これ邪魔しない、邪魔しない、後ろで背中もらって邪魔しない、ちょっとこんなくしてこれ邪魔だから、もう来ちゃうんだけど邪魔してないから、まあ、そういう形でちょっと入り身投げやってみましょうか。いろいろ形があるんで、あの、まあ、入り身投げね、こう触った瞬間にこういうふうに、これが一番問題なのね。この線で入るんだったら線で入ってるんだけど、こうなんていうのかな、こう入ってるんだ。自分をなくす練習なの。自分をなくす。自分がこういうふうに主張しちゃダメってこと。自分をなくすの。自分をなくしてるから。あれ。自分をなくしてるから人類って。そういうふうに思わないと。自分がいる限り、相手は標的あるんだから。だから標的にならない練習なの。ならない練習。それで自分がまっすぐになる。で線だったら線で、もうただ音がいなくなるっていう、そういう練習ね。でいろいろ形があるからね、こうこうね、いや、なんていうのかな、あんまり昨日もそうだったんだけど、なんだっけ、右半身、あ、なんだっけ、相半身と裏半身、逆半身、もうお前間違ってるよって言われちゃったんだけどさ。そんなことは僕は気にしてないから、全然邪魔しないことだけ考えてるの。邪魔しない、こう振り上げてるとき邪魔しない、この手に邪魔しない、邪魔しないでこう、はい、そしてこう、そしてこう、邪魔しないの、この時、この時彼に邪魔してない、ギューってやって、こう邪魔してんだよね、邪魔しないの、ほら邪魔しない、邪魔しないっていう、自分がやってない、やってないの、自分がやってないの。それでこう場所だけもらうっていう感じね。でちょっとやってみようかな。終わっちゃってこう手があるから邪魔しないと、はい、自分が自分をなくすってことね、自分をなくす、邪魔しないで、いなくなるのが大練習、いなくなるのが練習だから、自分が いたらやられちゃうんだから、いたらさ、お前ここにいるからやられちゃうんだよって言ったんだけど、いなくならなきゃダメなの、いなくなるの、いなくなるの、いなくなるんだから、だからやられちゃうんだよ、いたらやられちゃうんだよ、わからんと、わからんと、そしてやってきたらやられちゃうんだ、やられちゃうんだ、彼にとっているんだよね。でもいなくなるんだから、いなくなるんだから、どうしたらいい、いなくなるんだ、いなくなるんだ、どうしていなくなった、彼から見えない、見えないっていうのは、彼に感づかれたら負けなの、
彼の方が運動能力高いんだから、だから分かんないように捨てるこうやってやってんの。だから見えないようにやられる前にやってんの。やられる前にも、そしたらパッて入ってくるわ、ね、いやだからだからやられるのやらないの、やられないの、あのなんとか見えないようにしてるの、見えないように、見えない、いつも見えない。じゃあ一挙やりましょう。どうぞ。ヒノ君が歌しきらせるって話してたからね。あの歌しきらした時は、こう途中で何かやろうとすると力入っちゃってやられちゃうの。自分がやられちゃうの。でも歌しきらしてれば、歌しきらしたら自然と上がってくんだよね。自然と上がってきたのに合わせて。だ歌しきらして、歌しきらしてんの。歌しきらすのすごく大事。そう歌しきらしてから。歌好きだって力が残ってると、ハンド、こうやって、ハンド全然競争になっちゃうんだから、だからこう、歌し切らしてるの、ほら、歌し切らしてるの、これからこうやって、ゆっくり持ってるって、こうやっちゃったら、歌し切らしてないから、すごく難しいの、でも歌し切らしちゃうの、歌し切らしちゃったら、こういう歌し切らし、それからの方が楽なの、こう、全然力いらないじゃん。これをこうできない。出し切らしてるよ。それから上がってきたのが自分のためじゃん。どうやった方がいいの。そう出し切らすとちょうどいいこと言ってたから。じゃあそういうことで加速が大事。加速。これ彼の勝って彼は僕がいなくなればこれブレーキかけて止めるんですよ。こうやってほら止めるね。だからこっからスタートしたらダメなの。加速が大事なの。こうしたら加速してるのかって、それが大事だからね。こうやってやったら、まあ加速、ちょっと加速してやって、加速してやって、そうすると加速してやった時に抜けちゃったの。で加速も大事。こうやって止まってんの、止まってんの、だから加速してってのそれからも、そういう形。じゃあもう少し最後にご機嫌やりましょう。じゃあこれね、これね。競わないのね。競わない。ここで競わないってこと。ほら。弱かったら自分の近く。弱かったら自分の近く。こう。で出ていけば出ていくほど難しくなるから。だからなるべく近くの、こう崩れてるからこういう出ていったのだけどね、崩すまではこう形変わってないんだよね。こう近いんだよね。それから出ていった時にはこう伸びてるんだけど、それを見てるとみんな伸びてこうやってやってるように見えるけど、これは全然ダメ。これやられちゃうんだから、こう。そして崩れかかってきたから伸びたの。そういう形やった方がいいよね。それ忘れてたから。なるほどね。それまでは近いってことか。よく言ってますよね。近い方が楽っていうか、体速に近い。いいよ、飲むとか。じゃあやりましょう。